道の駅平成は、岐阜県関市下の方にある、岐阜県道58号関金山線の道の駅である。1996年に、当時の麦郡麦町に開け駅。1989年、道町内の平成地区に開園と共に注目を集め多くの観光客が押し寄せた。麦町は、観光客の増加と町おこしとして、日本平成村構想を策定。 当時の竹下内閣のふるさと創生事業を活用して下野保地区に言語橋を建設したり日本平成村の村長に女優の三田芳子を招き入れるなどを行ったが観光客はその後減少をたどった一時麦町の町名を平成町に改名する提案も出たが一時的なブームとして反対意見が出たため実現はしなかった改元当初は 平成地区にプレハブ小屋を設けて農産物などを販売していたが、1994年5月、道の駅、平成の前身となる日本平成村下街道センターを下野保地区に開業。1996年に正式に道の駅として登録となった。駅名の由来は、元号と地名の平成をかけている。2018年に天皇、秋人の退位が発表されると、 来場者が再び増加に転じ、2019年4月30日には最大で 10km の渋滞が発生した。なお、平成から令和への改元前のイベントでは、日本平成村初代村長の参殿もイベントに招かれている。ありがとうございます。